SES メインの会社を転々としましたが、これからの会社は業務後や休日に記者日を設けてくだらん。会議に付き合わされ、貴族意志を持つことを強制されます。そのくせまとめに教育をせず、低スキルの人間を平気で現場に送り込んで客席から突っ返されるという苦労を繰り返していました。このようなクズ会社がバ跋扈している状況で、優秀な技術者が育たず、日本の it 産業にとって非常にマイナスだと考えますが、どう思いますか？日本全体に関してはそうかもしれないんですけど、そんな会社に頼んじゃう会社が多いんですよ。結局 it って重要だよね。っていうのが割と。 進国も発展途上を含めて結構重要だという認識になってるんですけど IT が重要なのであれば自分の会社でエンジニアを雇ってきちんと自分の会社の技術力を上げるべきなんですよところがどっこい社長が技術がわからないので技術がわからないからちゃんとしたエンジニアを雇うことができないしエンジニアに適正なお金を払うことができないのでシステム会社を雇ったりとかそのシステムの派遣会社に頼んだりするんですよね派遣会社を選ぶ時に優秀なエンジニアがわからないので安いところを選んだりするんですよ で、安いところを選ぶと、安かろう悪かろうの人が来るんですけどじゃあ安かろう悪かろうの人が来て突き返されました。別の会社を選ぶときも、また安かろう悪かろうを選ぶんですよ。なので安かろう悪かろうを選んで失敗して、安かろう悪かろうを選んで失敗してっていうのをずっと繰り広げてるんですけど、そうすると、安かろう悪かろうの技術派遣をやってる会社っていうのは、超儲かるんですよ。全然エンジニアとしてスキルのないアホを送り込んで、1ヶ月ぐらいで追い返されたことをしても、1ヶ月分のお金もらえるんですよ。もう二度と頼ワン なってもそういう会社っていっぱいあるので優秀なエンジニアをきちんと育てて送り込むより実はどうでもいいやつを送り込んだ方がしかもたまにどうでもいいやつ送り込んでもバレなかったりするんですよね <laughs> っていうのがあの日本の構造としてあるのでなのでもうしょうがないんじゃないかなと思いますけど。<music>